もう来年なんですね、卒業は。来年の2月8日です。2月8日、2月9日が誕生日ですから、はい、前日で終わりです。前日で終わってしまう、はい、来年の初場所が本場所としては最後、そうです、ね、もう長い間お世話になりました。ありがとうございました。ね、決して大きい体ではなかったんですけれども、まさに突貫小僧そのままの激しい相撲でしたね。そうですね、まあ、うちの部屋は東で帰った大きい人が多かったですから、うん、まあ、押し相撲どちらか一番いい部屋に入りました、ね、押し相撲としてはもういい稽古相手がたくさんいらして、そして高見山さんは昭和39年の春初土俵を踏まれて、何か全然元お相撲さんという感じしませんね。ちょっと今、ケンタッキーフライチキン。いや、この間ね、福島県のいわき市小学校の方も行った時、ケンタッキーファイトチキンの投げました。3年生になりました。ケンタッキーフライドチキンのおじさんです。ケンタッキーフライドチキンのおじさんになったんですか。はい、そうです。似合いますね。ありがとうございます。そしてやはり素敵ですね、この着物姿が。北野部さん、どうもこんにちは。いつもNHK の解説でも時折着物で登場されますが。そうですね、着物は楽になりましたね。あ、というのはちょっと私最近太ってきたんでね、また洋服が合わなくなってきたんですよ。また現役戻ろうって言うんですか。まあそこまでは戻らないけどちょっときついんですよ。それとやはりこれの方が楽だってことですよね。それにしてもやはりお似合いですね。ありがとうございます。女性はほっときませんよね。え、ね、何がもう私もね、70ですからね、もうそういう話も最近聞かないでしょもう女性からこっち向いてって声がかかりましたいや本当に、また夏場所始まりますからよろしくお願いします。まあ、最近ね前髪ちょっとやられすぎ、ちょっとおざり気味でね、なんとかならんですか。頑張りますんでよろしく。舞の海さんの話が出ましたが、現役時代舞の海さんとちょっと手こずっていたのが小錦さんでございます。こんにちは。この中で一番若いんですよ、小錦さん。そうですね、僕も日本来ても今年で30年。もう30年。はい、本当に高砂部屋、高砂部屋一門と皆さんと部屋一門入っただけでも今でもすごく幸せと思ってるし、まあ、今日とにかく大先輩たちと一緒にこの席に座るだけで僕本当にいろんな苦労話とか稽古とか思い出すとなんか涙が出そう。この小木がこうやって 座れることだけもすごい鳥肌が立つよね。そうですか。やっぱりすごく高砂部屋に入ってすごく恵まれた部屋に入ったなと思うし、こういう先輩方がいらしたんですね。そうですね、先輩たち本当に稽古場もそうだし、普段の生活もこの私でもまた日本語も一つも言葉しゃべれない時期でもあったし、やっぱり同じハワイ出身の、東関親方もと本当にそういうアドバイスも
どうやら応援だけじゃなくて、本当に外出ても言葉を早く覚えなさいとか、そういうこともすごくいろんな面にもすごい助けてもらって、やっぱり稽古で言えばもう本当に中村親方で、本当に僕入った頃ばっかり、まだ回しつけてばっかり頃からもうガンガン稽古させて、何も右も左知らないのに、ただぶつけれ、ぶつかりなさいとかいうことだけでも、やっぱり皆さんのおかげで、大関もなったし、僕このすごく今でもいろんなまた日本に住むことできたし、日本人もなったし、まあ、本当に皆さんと一緒にいられるだけでもすごく幸せだと思ってます。一つ小西さん伺ってよろしいですか。今何でもどうぞ。今どのくらいですか、体重、体重の方は。借金、借金ありません。体重もだいぶ少なくなって、体重はまあ、みんなご存知で、多分今でも相撲の記録では、ギネスも載ってる一番重い相撲取りで、多分284キロ。まあ、やめて何回かこういうダイエットも成功してあるけど、一番重い時ね303キロありました。今ちょうどね160キロぐらい、今まあ半分ぐらいになりました。はい、健康そうですね。まあ、おかげさまで特にこの2年ぐらいすごく体が健康になりました。はい、はい、藤桜さんの思い出をまた後ほど聞かせていただきます。中村親方、38年の春が初土俵ですから、高見山さんよりも1年先輩だったんですね。1年、私の先輩です。高見山さん入ってきた時びっくりしたでしょう。まあ、馬力が、ね、ありましたから、で、どん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 強くなるのが早かったですから、で、私はちょうどあまり全然稽古はできなくてですね、まあ親方が稽古やらすと壊されるから、あんまりやらせてもらえなくてですね、で、ちょうど親方が関取になった時に、ちょうど場所中用の調整台で稽古をするようになってました。で、親方のもね硬くてですね、で、胸が入ってるんですよ。こっち鼻のここら辺がガサガサ擦れてですね、これが痛いの思い出あります。まあ、それにしても北の富士さん、高砂部屋っていうのは押し相撲の部屋と言ってもいいんでしょ。そうですね、藤井錦さんもそうですしね、それから高田が前の山のもう突っ張りましたけどね、やっぱり四つ相撲の人は少なかったようですね。自分らが入った頃はもう若前田、前田川、みんな大体押し相撲が多くて、師匠が前田山さんですからね、おっかなかったですから。いろいろあるでしょう、思い出。前田山さんの思い出は、怖かった。やっぱり貫禄がありましたね。当時やっぱり相撲界の中23部屋ぐらいしかなかったですよね。で、朝も早いですよ。もう朝、4時ぐらい起きるのですね。5時始まる。まあ、あれは大変な、大変。最近ではちょっと考えられない。今は大体7時みんな稽古始まる。もう10時10時半終わりって、昔と全然違う。藤井楽田さんが、中村親方が入門した当時は体重はどのくらいだったんですか。私は1メートル76センチで72キロ で朝から飯を食って、最後にダメ押しで水飲んで、75キロが検査合格ですから、だから最後にダメ押しで水飲んで苦しい思いした思い出があるんです。検査は1回で、検査はね1回で取ったんです。押しですからね。それと前に落ちなかったでしょ。今の力士はちょっと引かれるとみんな前に落ちますけどね、はたいても落ちないですよ、稽古十分だから。それがちょっと違うところだなと思いますね。稽古場なんか見に行っても大体毎日
最後のぶつかり稽古は2回はやってらしたですね。多い時は3回ぐらい。押し相撲はやっぱ別稽古が大事で、まあ、いつもやってないと足が出ませんから、まあ北の富士さんはちょうど部屋合併した時ですね、から部屋に高砂部屋に来ておられる稽古が、その当時から、稽古をつけてもらってですね、北の富士さんと富士桜さんは6年違うんですね。6年ですか。はい、まあ、そのくらいですか。もっと違うかと思ったら富士桜さん その稽古ぶりをね、よその部屋の親方がわざわざ弟子を連れて見学に行くっていうのを僕は見たことあるんですけど、そういう稽古の仕方まで弟子を連れてね見学に行かせるっていうのはすごいことだ。いや、そういうことあったんですよ昔は。僕も部屋独立して引退して、すぐ初代若乃花の双子山部屋に稽古を見に行きましたよ。どういう稽古をしてるのかなと思ってですね、やっぱりそういう、なんちゅうんでしょうかね、よその部屋の稽古をよく見て、いいところを取り上げて、それで指導したとかね、そういうとこはやっぱりあったんじゃないですかね、昔は。私、富士桜の押し相撲で一番印象に残ってるのが、50年のこの夏場所ね、ちょうど中日の相撲で、天覧相撲だった、麒麟寺、麒麟寺富士桜戦、自分負けたんですが、ね、負けた相撲なんですが、やっぱり自分には一番思い出に残ってますね。あ、やはりそうですか。自分のが向こうより5つぐらい上なんですよ、で最後にその分の息が持たなかった、ちょうど私はテレビの放送を担当してたんですよ。で、画面の隅の方にですね、天皇陛下の映像がインサートされると前の方にこう乗り出されて、あまりの激しさにじーっとご覧になっている、まあよくね、みんなそういうふうに、まあ、自分も、まあ、天皇陛下が来てくれた時に、まああいう相撲取れてよかったなと思ってます。負けたけど印象はものすごく残ってます、やっぱりそういう相撲が大事なんでしょうね。勝っても負けてもやはり自分でこう精一杯力を出したんだっていう、まあ、自分が特に押し相撲ですからね、まあ、本当に精一杯こういい相撲が取れるようにいつも心がけてね、まあ、結構足が出ないとですね、押し相撲はすぐ前に落ちますから、だからまあ押し相撲、四つ相撲の方が良かったかなと、いつも、ね、もうちょっと背高く飲んでくれれば良かったなと思って、麒麟寺戦は今最後は力が尽きたとおっしゃいましたけど、ちょうど僕が入って今の高砂親方と、水戸泉、ちょうど同じ時代に僕も稽古してたから、中村親方もその当時の幕の内で胸出してもらったりとか、まだ幕下あたりまでずっと胸出してもらったりしてた。やっぱり同じ時期に強い相撲取りがたくさん周りにいましたから、すごくいい稽古を上げて、その代わりにもずっと僕と水戸井さんもずっと突きっぱなしでも稽古の後でも三番稽古をやらせたりとか、今の八角親方の北東海の当時も必ず3人もう稽古の後にまた稽古をやらすという稽古がありました。多分私たちの時代がそのギリギリセーフという時代で、よくもう昼まで稽古している時代だと思うし、だからまあ、周りが強い、まあ、三八といえば、二羽黒とか、寺尾関もそうだし、強い相撲取りがたくさん回り、だからやっぱり垣もありました、ね、やっぱり大先輩たちがそんなもう